はい、どうも関つばでございます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は前回の動画の続きみたいな感じですね。バス運転手、あとはマニアの方のコメント、それをね拾い上げてまとめたものを僕がね話すって感じです。やっていきたいと思います。はい、これはねバス愛好家の多様な興味と行動についての洞察っていうことでね、バスと列車の歴史の関心とか、バスの改造とか、バス愛好家の行動とかね、バス会社への影響とか、マニアがねどういうことをしているとかね、そういったことです。そのコメントですね、バス運転手から見たバスマニア、バスオタの雰囲気と、そういうどういった感じなのかなーっていうところをね、目線をちょっとね変えて話している感じですね。これをね、まとめています。はい、僕もね、バス運転手でありバスオタなところもねありますので、まあ気持ちもいろいろわかるので、そういった面でもねわかりやすいのかなーなって思います。はい、まあ、説明は僕が今までこう言ってたのあるじゃないですか、プレゼン形式で。そうじゃなくて、ちょっと AI 音声合成使ってね、ちょっとやってみます。前回も前々回もねやってるんですけど、あんまりね評判は良くないのかなと思うんですけど、ちょっとね続けてみます。どうなのかなって、まあそれによっていろいろね改良していきますので、まあそういうのも楽しみにしていただけると嬉しく思います。はい、僕の動画ではね日々こうやってバスのこと車のこと配信しております。興味がある方はぜひともチャンネル登録高評価のほどお任せしますので、よろしくお願いいたします。メンバーシップも始めています。月額490円かかってしまいますけど、週1のライブ、あと最新の情報とかね、そういうのをやっております。普段僕がね言わないことなどもね、その週1のライブでは話していますので、そういうものにね興味ある方はぜひとも参加のほどお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。あとは SNS やっております。各種 SNS やっております。 Twitter、Instagram、TikTok などやっております。そういうのにもね興味がある方はぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。サブチャンネルもやっております。気づき日報ショート動画やっております。興味がある方はよろしくお願いいたします。それではね始めていきたいと思います。はーい、バスと列車の歴史への関心。コメントでは、バスの運転には関心がないが、バスと列車の進化の歴史的重要性を認識している。運転への関心を高めることで、バスドライバー不足を軽減し、古いバスをサービス年数に基づいて安価に購入する機会を提供できると提案。2、バスの改造における課題。個人がバスを改造する際には、保守特性の問題により大きな挑戦があることを指摘。大型から中型への改造、手すりの除去などを含むバスの改造事例を強調。3、バス愛好家の行動。休憩中や運転中に愛好家に写真を撮られたり録画されたりすることで、バスドライバーの不快感を覚えることについてコメント。運転席の左側に座られることに対するドライバーの不満を共有し、 90% のドライバーがそこに座る乗客に不快感を示すという調査に触れる。4、バス会社への影響。一部のバス会社がバス愛好家のためにプライベートレンタルを提供しており、珍しいバスや退役バスに乗ることや写真を撮ることが愛好家にとっても喜びであると述べる。運転中に撮影されることに対してドライバーが不快感やプライバシーの侵害を感じると指摘。5、バス愛好家の経済的影響。愛好家オタクが経済を牽引しているという信念に異議を唱え、彼らの消費が生産に寄与しないと述べる。趣味としての列車やバスへの熱中と個人的なバス購入の実用性について懐疑的。6、多様な趣味。事故により地下鉄が一時的に市バスに置き換わるシナリオでのバス愛好家の魅了を参照し、興味と見解の多様性を強調。趣味の主観的な性質を認識し、ありふれた状況に魅力を感じる愛好家のユニークな側面に好奇心を示す。7、おもちゃの収集と愛好家。限定版のおもちゃバスのターゲットオーディエンスを区別し、特定のアイテムが愛好家と子供の両方に訴えることを述べる。1150スケールのバスコレクションの市場ニーズと持続的な魅力を強調。8、
愛国家の行動に対する洞察、バスの愛国家の多様な興味と行動について洞察を提供し、異なる製品や体験によって満たされるユニークで特定のニーズを強調、子供から献身的なコレクターやシミカまで愛国家コミュニティ内に明確なカテゴリーが存在することを示唆。ヒュー、マニアのコンスタントなコメント活動。一定数のマニアはコンスタントにコメントを出し続けている。控えめで礼儀正しいバスオタさんが多く、豊富な知識を持っており、こちらが教わることも多い。ヒュー、マニアのコンスタントなコメント活動。一定数のマニアはコンスタントにコメントを出し続けている。控えめで礼儀正しいバスオタさんが多く、豊富な知識を持っており、こちらが教わることも多い。今日お話しするのは、バスマニアたちがどれだけ SNS を駆使しているかという話です。例えば、素晴らしいバスがあれば、バスオタクたちはツイートするスピードが光よりも速いかのようです。インスタグラムにはバスの写真が溢れており、まるでバス版のピンタレストのようですね。またオタクたちが集まるイベントもバス界のおしゃれなスポットに変わっています。モデルバスの交換会から実物のバスを使ったフェスティバルまで、バスファンたちのエネルギーは凄まじいものがあります。しかし、真面目な話として、バスマニアの存在は交通業界にも大きな影響を与えています。彼らの情熱は新しいアイデアや改良に火をつけることがあります。実際に運行されているバスに詳しくなることで、より良いサービスが生まれることもあります。ですから、バス愛国家はただの熱狂的なファンではなく、バス業界のパートナーと言えるでしょう。重要なのは、お互いに尊敬し合い、業界とファンが共に発展していくことです。みんなで乗り物文化を支えていきましょう。バスの世界に詳しくない方にとっても、この独特なコミュニティは魅力的です。バス愛国家たちが集める限定版のバスのミニチュアや実物大の運転席に座る体験は非常にユニークです。そして、驚くかもしれませんが、彼らのランダムなバス知識が日常生活に役立つことがあります。例えば、市内を最も効率的に移動する方法や快適な座席の選び方など、役立つ情報が豊富にあります。しかし、最も重要なのは彼らの愛情の深さです。旧式のバスを保存するために資金を集めたり、イベントを企画するなど、彼らの熱意は計り知れません。バス企業もこのような熱心なファンとのコラボレーションを歓迎しています。つまり、バスマニアはただのマニアではなく、乗り物文化の真のヒーローです。郊外のバスフェスタに行けば、こだわりを持って古いバスを改装し、輝かせている愛国家に出会うかもしれません。これは交通ビジネスにもプラスになります。最後に、リアルな運転体験ができるイベントが時折バス会社や教習所があるので、ドライブ好きにはたまらないでしょう。結局のところ、バス愛好家たちはただのコレクターや写真撮影好きではなく、彼ら自身がコミュニティで一つの大きな役割を果たし、文化そのものを作り出しています。ですから、次にバスに乗るときは、その世界に思いを馳せてみてください。あなたもバスオタクの一員になれるかもしれませんよ。はい、いかがでしたでしょう。音声読み上げソフトでね、まとめたものなんですけども、まあ分かりやすかったんじゃないでしょうかね。僕がこう話すより、僕はね、こうまとめっていう感じで、これからこうやって配信していきます。最後の方ね、まあ音声合成と僕が言うことではね、若干違いはあるかと思うので、もっともね、あの音声合成もね、僕がまとめたものなんだけど、それをね、こう分かりやすく、まあ、絵とか使ってねやってるんで、動画の方がやっぱり分かりやすいでしょ。その方がいいかなと思いましてやってます。はい、まとめね。まとめはね、やはりバス運転手目線のバスマニアはどういう風に映るかっていうことですよね、やっぱりね。動画でもね、言われてましたけども、まあ、お座席に座るのはね、ちょっとこう、うざいっていう、こう、一番左の前ね、オタク席ね、あそこに座るのはうざいっていう運転手が結構多いみたいですね。あの、カメラとかね、まあ、やっぱ向けられたりするんで、まあ、気が散るとか、そういう意見も多いですね、やっぱりね。僕はね、そんなことはないんですけどね、何度もやられてますけども、そういった気分になったことはないですし、まあ、話しかけられればよほどね、まあちょっとおかしいこと言ったり、まあ、ルールを守れない、ちょっとこうっていう人以外はね、ちゃんとこう対応するようにはしてます。はい。でも多くのバス運転手さんはね、僕みたいなこうオタがバス運転手になってるタイプではない人が多分多いと思うので、うざいしキモいし、まあどっか行ってくれよって思う人が多いのかな、やっぱりな。だから僕もこうバス系 YouTuber やってますけど、まあ僕
のチャンネルにはね、バスの運転手の人結構多いんですけどもね、あとバス好きな方多いんですけど、やはりそういった方ばかりではないので、まあ結構批判コメントもちょこちょこ、まあ少ないけどね、まあ来るんですよやっぱり。まあバスの運転手なのに、そういうこうバスの運転手が嫌がるようなことをやってるのかっていうようなコメントもちょこちょこ、最近は少ないけどね、でも 2,3 年前は結構あったんだよね、そういうのね。やっぱりまあそれもバスの運転手が回転だと思いますけど、まあうざったいと、バスの運転手自らが YouTube やって、そういうこうオタ活動して、そういうバスの運転手に迷惑かけるような、あと会社とかに迷惑かけるような行動していいのかっていうね、コメントもいただいているので、まあそうだね、まあ気にすんなっても言われるけど、まあやっぱりね、そういうふうに思ってる人がいるっていうことは、こうコメントまあいくつかあるけど、多分このコメント以上に多分そういうふうに思ってるっていうのも、こうやっぱりね、ヤフコメとか見るとそうなのかなって思って、だから結構いるんだなと思って、だからね、やっぱり僕はやっぱ配慮してなるべくカメラを向けないし、まあ後ろの席行っちゃうよね。後ろだとエンジンオンとか、もともと僕はそういうのが好きなんで、まあ全面展望とかいくつかあるけど、やっぱ嫌がる運転手さんも多いんで、まあ僕のこと知ってればいいですけど、多分一握りだと思うので、僕のこと知ってる人はよくわけわかんね、まだオタが乗ったな、こいつうぜえなっていう感じでね、思われるだろうし、まあネット向かってね、多分言われる可能性もありますよね。ちょっとこう撮るのやめてもらえますかと。そう、まあ言われた場合は撮らないですけどね。まあ いろいろこうトラブルになるのも嫌ですので、まあ僕はなるべくはね、そういう不快な思いはさせたくないので、バスの運転手さんの近くではね、カメラを向けないようにはしてるんですけどね。こういう配慮はやっぱ大事だと思うので、嫌な人は何言われてもね、こっちが何説明しても嫌なものは嫌なんで、まあそういうもんじゃないですか、やっぱり。だからやめてます。まあ、どうですかね、やっぱりね、こういう意見多いから、なかなかね、撮影とか、まあ関係なしにしてる人もいるでしょうけど、僕はやっぱりね、そういうこと言われると、やっぱ、どっちかっていうと、メンタルに来るというか、やっぱ自分もバスの運転手やってて YouTube やってるんで、やっぱり活躍の場が狭まってくるのでね、やっぱりね、批判とか受けると、まあ、Google の方からも、厳重注意とか受けるかもしれないので、なんかいい方法ないのかなって思うけどね、結構、今こういう世の中なんで、鉄道系 YouTuber も、なかなかね、JR の駅構内で、撮影とかできづらい人も結構多いんじゃないですかね。やっぱ、まあ、嫌な人嫌だからね、やっぱりね。嫌がるからね、やっぱりね。カメラ向けて、あとこう処理、僕もね、映ってしまった人とかの処理は全部するんだけど、まあ、処理してない人もいっぱいいるからね、そのまんまもう、ずらっとこう顔出しでやられてる方もいるようなので、あれはどうなのかなって思いますし、まあカメラ向けられるのはね、やっぱり嫌なんだろうね、やっぱりね。まあ、ネットにね、わけわからない YouTuber に勝手に映されて配信されるのは気分がいいものではないでしょうからね、やっぱりね。だから、まあ、エキストラとかだったらまだ違うんでしょうけど、許可ね、取ってやってんだったらまだ違うんですけど、まあ、YouTube もね、大手系の強い人だと、まあ、JR とか、そのバス会社でも何でも、ちゃんと許可取ってね、やってるんでしょうから。僕もね、一言は声かけてますけど、まあ、大きなことする場合は、やっぱりそういうの必要なのかなって思います、やっぱりね。まあ、趣味の範疇でね、やる分にはね、何も言われないんでしょうけど、まあ、そういうのが、今回多かったなって思いました。それ以外にもね、いいのもありました。よね、愛好家ね、バスオタによってこう社会が良くなるっていう、バス好きがやっぱり増えるっていうことでね、そういうイベントこととかね、そういうのをやればどんどんバスに関心持つような人もこう現れるっていうことを言ってますので、いい部分もあるんですよね。まあそれやってもね、無駄だっていうのもありますけどね、今こうバスは結構オワコンな部分があるので、そういうのはちょっと何やっても無駄だろうっていうのもあるんだけど、無駄って言っててもね、僕たち YouTuber がその無駄をね、配信もするんだけど、そういうオワコンなところも配信するけど、やっぱりいい部分もね、配信していかなければ、本当に究極のオワコンで、多分ね、うちらバス運転手は路頭に迷って、職も失って、まあ、ひもじい生活をする。まあ、なんか、やることある人だったら、できることあるんだったらね、なんかスキルとかね、磨いて、バス以外になんかできるんだったら、まあいいですけどね。まあトラックもそうだけど、トラックなんかも結構今やばいからね、その運転手っていうものは結構きつくなってきてるから、そういった
った面を考えると、やっぱり、いい発信もね、していかなければ、多分ね、職を失う可能性もあるので、まあ、分かってるんだけどね。分かってるんだけど、まあ、言っていかなければいけないかなって思います。こういう、バス好き、バスファン、バスオタのこともね、配信して。僕も実際そういう人間なので、まあまあまあ、批判も多いんだけど、まあ、この批判にうまく対処しながらルールを守って、で人を不快にさせず、まあ、みんながみんなね、まあ、良い方向に思ってるとはね、思わないんですよ。だから、全員賛成しなくてもいいんですけど、なるべくはね、不快な思いをさせないように、そういった動画作りをしていければいいのかななって、今回僕も、このヤフーコメントを読んでね、感じました。はい、いかがでしたでしょうかね。皆様はね、どのように思いましたかね。なんかいろいろこれ聞いてて、石津はそれは違うよとか、石津はそうだよとか、なんか意見ありましたらどんどんコメント欄に書いてください。はい、この動画が伸びるかどうかは分かる。多分伸びないだろうな。伸びないだろうけど、でもこういう配信も必要なのかなーなんて思ってるんで、まあどんどんコメント書いていただければ嬉しく思います。はい、いかがでしたでしょうか。僕の動画では日々ね、こうやってバスのこと、車のことなど配信しております。興味がある方はぜひともチャンネル登録、高評価、お任せしますのでよろしくお願いいたします。あとメンバーシップやっております。月額490円かかってしまいますけども、普段関唾が言わないことなどをこちらのメンバーシップで配信しております。週1のライブ配信。あとは、まあ、最新情報とかね、そういうのコミュニティで配信しております。興味がある方はね、ぜひともね、参加のほどお待ちしております。あとはサブチャンネル、ショート動画。気づき日報やっております。ショート動画はメイン動画の切り抜きやっております。気づき日報。こちらはね、関津馬が思ったこと、バスに関係ないことなどね、配信しております。こちらは多分面白くないかもしれませんけど、なんかね、いいなと思った方はフォローしていただけると嬉しく思います。SNS もやっております。TikTok、Twitter、Instagram もやっております。TwitterX の方では日々のバスのこと、なんかあったらすぐ TwitterX に配信しておりますので、こちらもフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは関唾でございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたしまーす。はーい、ポンポンポン、ポポン。